ISS 国際宇宙ステーションでは、日夜宇宙環境を利用した研究や実験、観測が行われ、地上では得ることが難しい様々なイノベーションを創出しています。その ISS へ必要な物資を送り届けているのが宇宙ステーション補給機コウノトリ。 100% の成功率と世界最大の輸送能力、 ISS にランデブーし、ロボットアームで掴むという世界初の技術は、補給船の新たなスタンダードに。運ぶという使命にただひたむきに誠実に、宇宙でのイノベーションの基盤を輸送で支える。今7機目のコウノトリが宇宙へと飛び立つ。筑波宇宙センターの HTV フライトコントロールチーム、15のセクションからなる総勢およそ80名のチームを3名のフライトディレクターが束ね、コウノトリのフライトを24時間監視制御しています。私最初にフライトディレクターになったのは、1号機ですね、実証機の頃からなんですが、その頃は、私も含めてこういったその有人の宇宙基地に無人の輸送船をこう届けると、遠隔操作で届けるというような経験っていうのが全くなかったんですね。でそれが1号機の頃だったんですけれども、2号機3号機と号機を経るにつれて、世界各国から信頼を受けられる技術にまで育ってきました。日本はランデブー宇宙船が作れるんだと。全長およそ10メートル、直径およそ4メートル、搭載重量およそ6トン。基本構成は主に ISS 船内で使用する物資を積み込むため、1気圧に保たれた補給キャリア与圧部、 ISS 船外で使用する大型の観測装置などを搭載できる補給キャリア非与圧部、宇宙空間を航行するための電子機器や燃料が積まれた電気モジュールと推進モジュール。コウノトリの搭載重量はISS への補給船の中でも最大を誇ります。これが今回コウノトリ7号機に搭載される主な物資、5号機6号機に引き続き生鮮食品なども船内物資として輸送します。中でも注目されるのが、アメリカ NASA と欧州宇宙機関から輸送を依頼された4台の国際標準実験ラック。大型冷蔵庫ほどの大きさの実験ラックを4台同時に運べるのは現在コウノトリだけ。実験ラック輸送においては過去最多、最大重量となります。また補給キャリア非与圧部の暴露パレットには6号機に続きリチウムイオンバッテリー5台を搭載、既存のバッテリー2台分の容量を1台で賄うことができる日本製の ISS 用新型バッテリー。この量のバッテリーを一度に運搬できるのもコウノトリだけです。コウノトリは、輸送機なので、宇宙ステーションにやっぱ物を運んで、なんぼの世界なんですね。当然その荷物としてスペースが足りるかどうかっていう話もあれば、それだけの荷物が乗ったら、今度はそのロケットで打ち上げられる最大の重さというものがありますので、その中でそのシステムも少し軽くしなければ荷物を余計に乗せられないんですね。でその荷物が増えれば、当然ですね、重心が変わってくるんですね。コウノトリの制御能力、その制御能力で制御できる、重心のばらつきの範囲を、今回から広げる、そういったその全ての準備作業が整って、この最大重量の荷物を宇宙ステーションに届けるということが実現しています。宇宙ステーション補給機コウノトリと希望日本実験棟、ここでは日本の有人宇宙技術の絶え間の研鑽が続けられています。小型回収カプセル HTV スモールリエントリーカプセル、今回7号機に搭載され ISS からの物資回収という
日本にとってチャレンジングな技術実証が行われます。他にも将来の人工衛星や探査機などにおけるより高度な熱の制御技術を開発するためのループヒートパイプラジエーター技術実証システムや超小型衛星キューブサットとそれらを放出するための小型衛星放出機構 JSOD が輸送されます。 JSOD を利用した衛星放出は今回で10回目のミッションになります。今の HTBX という、コウノトリの2代目の宇宙船ランデブー宇宙船の開発をしていますけれども、今度は官民が一体となって、コウノトリという、我々が作り上げた、インフラですね、有人技術のこのインフラを、さらに官民が使っていけるようなツールにできればなと思ってます。日本が独自で開発したランデブー宇宙船コウノトリ、国際宇宙ステーションへの補給船として重要な位置づけにあると各国から高く評価されています。この培われてきた技術を最大化し、さらなる未来のイノベーションへとつなげていく。このランデブー宇宙船の技術というのはそっくりそのまま月へも使えますし、さらにその先の火星へ使っていく技術でもありますので、ですのでコウノトリから HTBX、 この HTBX をさらに、地球の低軌道よりもさらに遠いところへ、軌道間輸送機として使っていけるような、そういった未来を描きながら我々日々精進しています。希望から始まるイノベーションを輸送で支える日本の未来を積み込んで。